埼玉市緑区柴原3丁目付近新見沼、大橋有料道路は、埼玉県埼玉市緑区柴原3丁目から、緑区大字大崎に至る、埼玉県道路公社が管理する国道463号、越谷浦和バイパスの有料道路である。全長 1.4km のうち、約 1.1km が新見沼大橋で構成されており、埼玉市東部に広がる見沼田んぼを、高架橋で渡る。旧浦和市の国道463号、越谷街道の混雑緩和、東北自動車道浦和インターチェンジ、埼玉スタジアム2002へのアクセス道路としての役割を持っている。事業費、約108億円をかけ、1996年に開通した。しかし、通行料金を敬遠して迂回路に流れる自動車が多く、利用者が増えなかったことから、2003年に埼玉市の政令指定都市移行時に新浦和橋有料道路とともに埼玉市への移管を埼玉県庁から要請されたものの埼玉市長の相川総一は拒否した。結局、新浦和橋有料道路は市に移管、無料開放されたが新見沼大橋有料道路は埼玉県道路公社の管理と料金徴収が継続され、2026年11月27日までの償還後に埼玉市に移管される。2002FIFA ワールドカップ開催時、サポーターバス、選手移動用バスはこの有料道路を通った。国際工業バスは埼玉スタジアムでの J リーグ開催時に浦和駅間の不定期路線である J03 系統で通行するようになり、その後の2007年1月にビレッジ系統が新設され、定期路線においても通行するようになった。2009年3月24日午前0時からパスモでの通行料金の支払いが可能となったが、2016年におけるパスモ及びスイカでの支払い率は全体の 2.62% に止まる。利用台数も低迷し、1日の交通量が目標の半分程度の約7000台に止まっている。当初は料金所への ETC レーンの設置も検討されたが、1レーンあたり1億7000万円の設置費がかかり、メンテナンス費用も高額であることから、ETC 導入は断念された。建設費約108億円のうち、埼玉県は出資金37億8000万円の償還返済は断念している。埼玉国際マラソンのコースになっており、途中にある料金所も通過する。埼玉市緑区大崎付近。ありがとうございます。